さらに男女それぞれリレー競技が行われます。さあ、解説はアルベールビルオリンピック 5000m リレー銅メダリストの川崎勉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、地元開催ということで、はい、選手たちもかなり気合が入っているでしょうね。そうですね、かつては日本のお家芸と言われたこのショートトラックなんですが、もう日本での開催がもう6年ぶりということで、もう各選手全員がすごい気合が入っていると思います。はい、ぜひこのショートトラックを皆さんに覚えてもらいたいです。そうですね。で、このショートトラックを見る上でのポイントはどんなところでしょう。はい、このショートトラックは、1レースに対しまして4人から6人で競技を行います。ですので選手同士が、まあ、微妙な抜き合い駆け引きでしたり、スリリングな抜き合いというのをぜひ見てもらいたいですね。そうですね。さあ、ということで、まあ、注目をしたいのは日本代表選手たちになるわけなんですけれども、まあ、去年まで現役として活躍された勅使河原郁恵さん、はい、今の日本代表チームの状態はどうでしょうか。そうですね、今はトリノオリンピックが終わりまして2年目ということで、ちょうど次のオリンピックの中間地点なんですよ。それでですね、ベテラン選手の寺尾選手、そして女子の神野選手がまだ健在で頑張っております。そこにですね、次のオリンピックを目指す若手の選手が勝ち上がってきていまして、その選手にもまた期待が持てるので楽しみですね。そうですね、はい。この大会での成績が3月に行われます世界選手権の出場権に反映されます。また2シーズン後のオリンピックへの大きなステップともなるわけです。というわけで日本選手の活躍に期待をしたいと思います。残り1周、入った2006年、涙のトリノから1年半、女王神のゆか、新たなるスタート。昨シーズンはリフレッシュ期間に当てたと言いながらも全日本選手権を連覇するなど日本のエースに君臨し続ける神の。神戸のワールドカップっていう大きいものがあったので、やっぱりそれはいつも以上に意識はして夏場もトレーニングしてきたので。2度のオリンピックで培った経験を武器に、神戸から2010年のバンクーバーへ新たなる挑戦が始まる。そんな神野を脅かす日本期待の17歳、桜井美和。なんか滑ってても、あ、いつの間にか速くなってるってたまに実感する時もあります。普段は底抜けに明るい女の子、しかしその小柄な体からは想像のつかないパワーとスタミナを持つ桜井。今年の全日本選手権で神野に競り勝つなど、今最も波に乗る女子高生。女子の 1000m のクォーターファイナル準々決勝です。桜井美和、高校3年生ですけれども、本当に強さを身につけてきましたよね。そうですね、この全日本の中で今一番伸び盛りと言っていいでしょう。さあ、どんなレースを見せるか。女子 1000m の準々決勝、桜井美和今スタート。まずは先行します。まあ、この大会、まあ、序盤の方から見てますけど、日本選手割と先行で行くケースが多いですよね。そうですね、まあ、それが安全策ですし、このショートトラックで勝つ一番の秘訣でもありますので、まあ、やはり追い抜きのスピードは今ちょっと日本選手ないですから、はい、こうして前でレースを展開していくことが非常に大事ですね。さあ、今後ろから中国の選手が上がってきます。中国の劉が先頭を取った。さあ、これでまたペースがぐっと上がります。まずは落ち着いて1回分後ろにピタッとつきたいですね。はい、スピード差があるようでしたら、ここで一度抜いておくとその後の展開が非常に楽になります。はい、残り5周です。いいですね、抜き返しました。しかしこれは中国の劉も踏ん張りますが、ここは桜井が出してもらえない。またかぶせました、中国の劉。そしてインからはアメリカです。アメリカ5位か。そして後ろから韓国、次々とやってくる波状攻撃。残り3周です。さあ、現在4番手桜井です。さあ、スタミナには自信がある桜井ですが、ちょっと今スピードを置いてかれている。残り2周、頑張ってほしいですよ。ちょっと前が空いた。これは苦しいです。だいぶ前が空いてしまいました。トップは現在韓国、その後ろにアメリカ、ロイター。
どうやらこの10位のまま、まずは韓国のヤン・シンヨン、アメリカカテリーナ・ロイター、そして桜井美馬は4着です。途中までは良かったんですが、ねえ、そのサウの入りは非常に良かったんですけどもね、ちょっとその後長持ちしなかったというか、後半はちょっと氷に足を取られる場面がありましたので、それとちょっと力を使ってしまいましたね。最初引っ張ったんですが、すぐにこう中国、アメリカ、韓国と波状攻撃を受けて、そうですね、一度ちょっとなんかつまずいたというか、氷に足を取られてスピードが下がってしまったんですね。そこで一気に3選手にちょっと抜かれてしまいましたね。ペース自体がぐっと上がってしまったわけですね。そうですね、結局桜井、この準々決勝で女子 1000m から姿を消しています。 1000m ちょっと惜しかったですね。どうでした？